はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、じゃあミッションは今日で最後になるかな。あと4つだった気がするんで、そうだ、1機当選だ。100人抜きでも敵は弱いっていう、一発で倒せるかな。スキンヘッドがいる。ここに来て新しい敵か。この切り株投げとけばいいんじゃねえか。切り株も射程距離が短いな。もっとどんどん転がってってくれれば。いって、スキンヘッド投げられた。うわー、いたいたいたい、ほいほい。読んじゃさすがに死なないか、下忍も。下忍とスキンヘッドってどういう組み合わせだよ。この下忍は何なんだろうな。下忍じゃねえや、スキンヘッドはどういう立場なんだろうな。俺ら下忍とスキンヘッドが力を合わせれば、国政など敵ではないっていう。全然弱いけどな。この前の岩が見づらいな。これでな、死んでくれればな、相当楽なのにな。これを投げて倒して追い打ちをするっていう、見づらい。ほら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 、これどこの切り株だ。海岸線だったら岩とかじゃないの。あ、読んで倒した。ほいほい、おー、めっちゃ当たるなこれ。いいね。くらいくらい。切り株も意外に役に立ってる。このダブル切り株だとめっちゃ敵に当たるから、うまくいけば倒せる。ほいほい。俺の切り株よ、どこにある。おー、我が切り株こんなところにあったか。広いなこの海岸、無駄に横に広い。ほらほら、切り株を、これ投げれば、あー、殴ってもあれか、飛距離は増えないか。こいつは切り株を拾いに行ってんのか。逃がさん。おらおら、当たれ。ほいほい。おお、ガス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 と。おらおらおら切り株地獄。おりゃ、うわ、敵多いな。ただあと10匹まで来たぞ。俺の切り株よ、切り株を分けいて、切り株光線。切り株、切り株。ああ、もう切り株は意味なかったか。よし、なかなか大変だったな。まあ確かに敵が弱かったから、切り株でなかなか楽しませてもらった。国士無双。違う一家の子分たちが徒党を組んで襲ってきた。この際、まとめて蹴散らしてやれ。おお。誰であろうと、成敗してやる。確かに全員違うな。お、また切り株だ。切り株大好きだな。切り株クラッシュ。よし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 。いて、切り株クラッシュ使ってきた。切り株クラッシュ、切り株かな。もうちょっと強いけど。お、一条来た。一条、うわ、侍だ。侍、侍強いんだよ、攻撃力が。だから切り株クラッシュを使う。おお、ジャイアントスイング。
この侍さえ倒せればあとは怖いものはない。おら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 、また一条来た。ちょっと待って、囲まれてるのはまずい。切り株でなんとかこの窮地を妥協しなくては。うわー、侍がいるよ。侍に攻撃されるとまずいからな。おお、切り株クラッシュを使ってきた。やばい、ガードしても10減るな。お前は何なんだ。暗い。おら切り株長い。いて、甘い。俺の切り株にやられるんだな。うわー、一条が反撃してきた。一条のくせに生意気だ。一条のくせに生意気だ。いって。よし、あと何匹いるんだ。これで終わりか。まだ全然いっぱいいた。暗い。何、切り株で相殺された。やばい、刀のやつがいる。あー、切られた。13食らった。ちょっと切り株よこせ。俺にいて当たった。敵の持ってる切り株はあれなんだな、転がっちゃうともう敵の判定になるんだ。20、やばい、こいつ強い。緊急に始末しておかなくては。また一条来たよ。一条どんだけいいんだお前。おお、切り株が。やばい。この切り株うぜえな、本当に。パワーがない。もう気力で生きるしか。やばい。おら。切り株など跳ね返してやる。俺に切り株をくれ。切り株をくれ。あの侍は切り株に当たるはずだ。あとはお前で終わりだ。さあ、一騎打ち。この勝負を制するのは俺だ。よーし、結構きつかったな。国士無双、あと2つ。99、天下無双。親分たちが一斉に襲いかかってくる。最後は辛いな。あれ、めっちゃ近くにいる。おら。こいつ立ち上がり早いな。うわ、また切り株か。切り株大好きくんが来たよ。刀持ち出してきたよ、しかも。うわー、自分魚雷持ってんのか。やばい、47とか言って尋常じゃねえんだけど。いてえ、これはきつい。ってかこいつをマジ早急に始末しなくては。うわ、どっか行った。めっちゃパワーあんなこいつ。強い。いい加減に。よし、あとは刀さえ持ち出さなければなんとかなるはずだ。森本じゃなくて、これは森本か。森本、俺に歯向かうとは。めっちゃ早いな、立ち上がり。うお、つい、森本つい。やべ、超つい。めっちゃ食った今ので。マジか、甘く見ていた。うわ、鬼塚、木下だっけ。これどっちだ。霊峰四天王のあれがわからんな、いまいち。元四天王か。マッハキックはどう考えても弱いしな。いて。よし。あぶねえ。前だ。前で最後か。1対1ならば、やられません。おら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 
当たれ当たれ当たれ、よし倒した。いやー最初の虎像が強かったな。さあいよいよ最後だな、最後のミッションナンバー100、最後の戦い。国政は一人で十分だ、どちらが強いか決着をつけろ。ダブルドラゴン結局出てこなかったな、途中にちょろっと出てきただけで。竹槍を取ろう、竹竿、ほら竹竿クラッシュ、本物のいて、国政は俺だ、竹竿クラッシュ食らえ。これはなんだ、木の棒か、木の棒クラッシュ、おいて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 、あの棒を取りに行った時がお前の最後だ。何取られた、お防御力若干強い国政弱、ナンバー99の方が大変だったな。ミッションこれで全部クリアか。おお、特に何にもない。星を全部3つにしないといけないとかあんのかな。ここら辺全部3だな。特に何にもなかったな。まあもしかしたらこの星を全部3つにすれば、なんかあるかもしれないんだけれども、ちょっとわかんないんで、とりあえずミッション100個ですね、これで全部終了したので、国尾くんの時代劇ミッションモードは、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ今回はこれで終了します。